今今回取れた、蜂蜜の糖度、どれぐらいだと思われますか。はい、ボード当てクイズやりましょうか。はい、で、ね、77度以下だと発酵が始まってしまいます。で発酵が始まってしまいますと、お酒になってしまいます。で、蜂蜜が発酵すると、お酒になって、それはミード酒になります。これはミード酒というふうなお酒で、ローマ時代はね、非常によく飲まれてたというふうなお話でございます。はい、そうなんですよね。でビールの、はい、こちらがこの後のですね、ストーリーというのは小川さんが詳しいんです。はい、